思ってたけど本当せっかの料理の腕前上がったよね。そう、でも前から料理はしていたから私としてはそこまで変わってないと思うんだけど、強いて言うならパパの味の好みがわかるからそれに寄せてるからかな。それで泥棒猫じゃない、ことかちゃんとは今日も会うの。うん、でも相手は学校だから会うと言っても夕方からだけど。じゃあそれまで私とデートしてよ。メリアの腫瘍はいいの？大丈夫、一日サボるくらいわけないわ。知らないぞ、メリアが怒っても。まあ、俺はいいけどね、どうせ暇だし。メリアからは俺は腫瘍する必要ないって言われたし。なら決まり、じゃあ早速準備しないと。すごく高いね、これがスカイツリーってやつだね。スカイツリーよ、スカイツリー。ソフィア、あまり離れたら迷子になるぞ。ねえ、パト、また私を子供扱いしてない？いやいや心配してるだけだよ、子供扱いなんてしてないしてない。くそ、まさかロビーにソフィアがいるとは。ソフィアちゃん、いいの、メリアちゃんの腫瘍をサボっても。いいのいいの、今まで休みなしで腫瘍やってたんだから休日があってもバチは当たらないよ。バチは当たらなくても怒りの鉄槌が来るんじゃない？その時は二人でメリアを倒そう。ははは、すっかりメリアは悪者だね。仲はいいけど恋のライバルには変わりないからね、どこかで抜け駆けしないと。そうだよ、抜け駆けして二人きりでデートなんてパトが許しても私が許さないんだからね。で、本音は？二人だけで遊びに行くなんてずるい、私も遊びたい。そうね、まあ一緒に来た以上みんなで楽しみましょう。ソフィアちゃんって本当、妹みたいだからどうしても弱いのよね。よし、それじゃあここの観光が終わったら次の人気観光スポット巡りだ。おお。ね、ねえ、かなちゃん、私たち、何周走らされるのかな。さあ、メリアはずっと不気味な笑顔だし、これは教師を覚悟しないとかもね。じゃあ、せっか様のバカー。二人とも、会話できる余裕があるならテイスト周回増やしますよ。ねえ、メリア、お願い、優しくしてー。せっかちゃんとソフィアは明日、今日の前のメニューをやらせましょうね。で、今からあの泥棒猫のところに行くのねー。もう言い直さないよこの子。ま、まあ、その分今日はたくさん遊んだんだしさ。うんうん、今日は楽しめてよかったよ。大会が始まったらなおさら遊べないしね。そうね、メリアちゃんには悪いけど息抜きを与えないのはメリアちゃんの悪い癖ね。パトからもしっかり言わないと。いやー、メリアも考えあってのことだからさ、俺が考えなしに意見言ってもなーってね。私はちゃんと意見してるよ。今日はサボりたい？って、それはソフィアちゃん限定よ。メリアちゃんもソフィアちゃんには甘いから。そうかなー。とりあえず時間だから俺は先に行くね。二人も気をつけて帰るんだぞ。ソフィアちゃん、こっそりつけようか。覗きするの？昨日はカナがパトの監視をしてたんだから今日は私たちよ。絶対せっかやきもち焼いて横で怒るから嫌だな。行くわよ、専属人として主をしっかり護衛するわよ。せっかのはただの上着調査じゃん。遅くなりましたね、急いで公園に行かないと。今日も会えるんだ、今度はどんな話をしようかな。ふふ、楽しみですね。いました、パトさん、ちゃんと待ってくれてました。学校お疲れ様、ことかさん、大丈夫、疲れてない？はい、パトさんも今日はどうでしたか？うん、いい一日を過ごせたよ。日陰だからこっちに来る？はい、横失礼しますね。それでさ、その時うちの石化と白が相手の言葉を勘違いしててね。パトさんの世界旅の話で出てくる人たち、きっとあの時パトさんの周りにいた女性の方々だと思います。メリアさん、石化さん、カナさん、白さん、ソフィアさん、パトさんの話に出てくる彼女たちはすごくいい人で、楽しそうな人たちで、そして私もそこに加わることができたらきっと、孤独を感じることもないんだろうなって。ことかさん、大丈夫？はい、大丈夫ですよ。俺は再生だ。普通二人きりで話している時に他の女性の話なんかしない？でもこれはことかさんが俺に愛想をつかせて離れるチャンスなんだ。こんないい子悲しませたくないな。あの女性の方々含めて、それがパトさんの経験してきたこと、聞いててすごく面白いです。この時、私はずっと見てたから思ったわ。なんて虚しい関係なんだろうって。パトはコトカちゃんに嫌われようとしてて、コトカちゃんはパトに明らかに以前より好意を抱いてる。でもパトは会話的に完全に嫌われたいわけじゃなくて、好意を持ちたいけど、それを持つことに抵抗している感じ。カナがリタイアしたのも納得だわ。思考が読めなくても寝てられないわ。人事じゃない？私だって1年前はこの立ち位置だった。こんなの見せられたら、応援したくなるじゃない？コトカちゃんは条件を全て満たしてる。素質がある上に好意もある。パト、気づいてる。もう嫌われようとしても無駄だよ。
もうことかちゃんは里の世界を認めてる。一番高い壁をすでに乗り越えつつあるの。それは誰もができることじゃない。それをこのたった初対面から3日でことかちゃんは受け入れたんだ。メリアちゃんの言ってた通り、ことかちゃんは専属心の素質あるよ。あれ、もう外が真っ暗になってたね。そうですね、話に夢中で時間を忘れてました。俺は結局楽しんでた。最初は愛想つかせようと思って話したみんなのことだけど、ことかさんはそれらを全て受け入れて聞いてくれてた。好きだな。ダメだ、そんな感情を抱いたら。どうしました、パトさん。なんでもないよ、今日も遅いし、送るよ。ありがとうございます。お言葉に甘えさせてもらいますね。なんでなんだろう、なんでことかさんはずっと笑顔で話を聞いてくれるんだろう。俺なんかただの再生野郎なのに。では行きましょう。少し夜風に当たりすぎて体が冷えてきちゃいました。そうだね、じゃあ帰ろうか。すいません、少々お時間はよろしいでしょうか。なんだ、このまがまがしい気配は。誰だ。私は悪魔信仰教団の者です。数週間前に悪魔信仰教団東京支部を設立したことで、この美しき日本、そして東京という都市に大いなる救いの教えを説きに来ました。悪魔信仰教団、聞いたことないな、そんな組織は。あなたたちは悪魔様がどれほど素晴らしく尊い存在か理解していますか。悪魔か、わかるわけないだろ。わからなくてもいいです。今から知ることであなたたちのような迷える子羊にも悪魔様の救いと恩恵を受けることができます。パトさん。ことか、絶対に俺の後ろにいろ、絶対にだ。警戒しないでください。確かに世間的に得体の知れない宗教に抵抗を感じるのは仕方ないことです。ですが一度心を許せばその先は別世界です。すまない、俺とこの子は大丈夫だ。他を当たってくれ。そうですか、強制はできません。ではこれだけ差し上げます。ああ、ありがとう。では仕事はここまでにして。大きくなりましたね、ことかさん。え、なんで私の名前を。ことかさんはまだ幼かったですからね、忘れていても仕方ありませんね。シアーネさん、ご立派になられましたね、ことかさん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。